やだ。無理でも私は全員で逃げたい。なんとかしよう。はあ？全滅はやだよ。でも置いてくって選択肢はない。コニーで終わりにしたいの。もう誰もあんな姿にしたくない。ないなら作ろうよ、外に。人間の生きる場所変えようよ、世界。ううん、平気。お父さん優しいし、アレキサンダーもいるから。でもお父さん最近研究室ばっかりだから。もう本当に仕方ないな、ヨウ君は。はい、愛して。これからは勝手に木登りなんかしないで、ちゃんと私についてくるんだよ。みんな一緒にいるっていいことだよってお話ししに行くの。嫌いになってばっかりじゃ誰もいなくなっちゃうって。おばちゃん、バターロールとマフィン2個ずつくださいな。ヨウおじちゃん、ここんとこ週に一度はうちに泊まりに来るの。おばちゃんのマフィンが食べたいんだって。デュエルディスクセット。私と勝負よ。私のターン、ドロー。私はマジックカードワンチャンスを発動。未来はともかく、この地獄は今現実のものだから。民が笑って暮らせる世界は来ないものか。特訓って言ってもベイは全然使わないで、毎日毎日こんなのばっかりすけど。勉強らしいわ。こんな特訓本当に効果あるんすか？ご実家の人とか親戚の人とかお友達の人とか、何よりアキト兄様にも迷惑がかかってしまうのではないでしょうか。どうしよう。ボーイッシュな刑事さんもかっこよさそうだし、素敵な刑事さんも素敵だし、迷うな。緑の髪に緑のお目目、やってきたぞヨーヨーさんです。セーラです。お姉さまたちから篠宮京也様のことはよく伺っています。あと森からも。みんなガキなんだもん。だから別に一人でもいいかなって。思い出とかいらない。中学入ればよそから来た人と友達になればいいし。お母さん見て、この本の漢字全部覚えたんだよ。そう、頑張ったわね。それでね、お母さん。何？新しい本が欲しいな。え？もっとたくさん字を覚えてお父さんをびっくりさせたいの。あ、そうだ、ちょっと待っててください。じゃじゃーん、さゆね中学の卒業アルバム。やっぱり彼女の家に来たら卒業アルバム見ないとね。誕生日にはいつもいろんなパンをプレゼントしてくれたの。森の動物とか木の葉の形をしたのとか。兄ちゃんを尊敬してる。うちゃだからこそ乗り越える。うちゃ大好きだけど。うちゃ、もちろんです。この特区内の住人は誰もがシビラシステムを導入した反議長に感謝していますよ。お母さん！人か？村人 B も戦います！私、バレー部のマネージャーやるから！ずっとあのままなのかと思った。35人殺した。もうこれ以上一人だって殺したくない。鳥の劇組、キサラギ翼です。愛情を持ってビシバシと厳しく指導しますのでよろしく。私だって面白いって思ってたよ。でも新刊出るたびにもう書くなとか、これはひどいとかボロクソ言われたらへこむに決まってんじゃん。もうやだ。お姉ちゃん見ててね。ん？ここをこうして、ほら、はしごだよ。私がタタラさんと組みたくて仙国さんにお願いしたんです。だからあの、手を取ってもらってもいいですか？ずっと守ってくれた。ありがとう、一緒にいてくれて。それに
あんたたちなら男だけど全然平気だしね。そんなことよりこの賞金首、また賞金上がったんだね。感動する。本当にすごいよ。だって病気治った人からのメール。これからもどんどん助けていこうね。私こっちに来るとき、月に一度はこっちに来るわ。たっくさんたっくさんお菓子を作ってくる。抱えきれないくらい。私はいつまでお母さんと一緒にいられるの？これからずっと一人になるなら手紙なんて書かないで、今私と一緒にいて、私といてよお母さん。小麦粉だっつーの。それにしてもハーレクイーンとディアンヌの話は真実なのだろうか。もしグラキシニアが生きていて魔神族に組みしているとすれば、やはり3000年前のあの事件が引き金に。もしかして心配してる？大丈夫、ほらこの通り。本の中とはちょっと違うのかも。ここだよ。わあ、はじめまして、アイネちゃん。アイカツナビのココだよ。質問何でも答えちゃうよ。心得ました。ラブミーティアは上白カレンとアスカ未来からなるアイドルユニットだよ。暗い闇夜もパパッとパッと昼間のように様変わり。家の掃除もボタンでポンで楽々スイスイ腰痛知らず。あはん。はい、私のお父さんもウルトラマンについてはすっごいうるさい人なんで、それで私も興味持っちゃったっていうか。そう。うわー、ジェネシス。答え合わせだ。メガリアビッグバン。違う。だって私も人間なの。そう、私は人間、人間だったの。子供扱いしないで。私たちリトルリリカルっていうギルド組んでるんだから。まだ年齢制限で正式に登録してもらえないけど。あんたギルダ以外にも話そう、ノーマン。ドンもギルダも多分みんなも私たちが思っているほど子供じゃない。あの化け物から逃げる上でも危険を知って自分の意思で脱獄に加わってもらった方がいいと思う。それにママは最年長以外警戒していない。